おはようございます、先輩、キヤ先輩。おはよう。よく寝れた？寝れたよ。僕もよく寝れなかった。あれ？楽しみすぎて全然昨日は寝れなかった。ワクワクドキドキです。暑っ。そう。おー、朝からテンション高いね。もう楽しみ。はい。はい。ということで、初日、もう、どんどんグランドキャニオン向かってくんだけど、うん、うわ今日出発かも、やばいやばい、やばい。グランドキャニオン結構遠いんだよね、うん、片道6時間とか。まあそうだよね。そうだから途中も楽しもうと、おお、ということで、なんかいろんな観光地結構あるらしいから、うん、グランドキャニオンのまでの途中で、うん、今日はグランドキャニオン向かうんだけども、うん、途中もいろんな観光名所回りながら、マジで行こうと思います。最高じゃん。いいでしょ、最初、うん、最初は、うん、ラスベガスの市内から、うん、だいたい1時間弱、お1時間もかかんないよ、30分ぐらいか、うん、で着くフーバーダムってところ。フーバーダム行くの知ってる？知ってるよ、めっちゃでかいとこじゃん。そう、めっちゃでっかい。ラスベガスのあれだよね、もう水供給源だよね、そう、完全な。すごい。めっちゃでっかいダムに寄りたいと思います。やった、行こう。イエス、イエーイ。で、その次は、その次キングマンって街に行って、おー、キングマンって街、空港があるんだけど、ジェット機の墓場があるらしくて、うん、知ってます、そこ。マジやった、大ファンです。マジで行きたかったの、そこは。マジ、え、やばくない？今回、運良すぎじゃねえ、旅行だって。なんかね、観光地、Google で、そう、行きたかったところ全部当たってるやん。すごい、なんかやらせ感、みんなあれ通ってそう、なんかやらせみたいな。テイク10ぐらいしてでしょ。してないです。本当よ。飛行機の墓向いてドライブして、うん、だんだんグランドキャニオン向かってって、うん、これはやばい、もうやばい、えぐいよ、めっちゃテンション上がってる、えぐいよ、やばいっていうことをしていきたいと思います。今日はお腹すいたらご飯作っていい？いいよ、朝ごはんですね。クックキヤさん呼んだか。今日の朝食はね、キャンピングの定番、やーば、ベーコンエッグでございます。しかもサラダとパン付き、当たり前じゃん。どうぞ。うわー、うまそう。はい、ということで今ラスベガスのね、街を出発して、まあ車で40分ぐらい来ました。今ね、なんとフーバーダムというダムに向かってます。フーバーダム、ものすごく大きいダムで、世界最大級のダムの中の一つだよね。そう、めっちゃ綺麗らしい。めっちゃ綺麗らしいので、そう、まあグランドキャニオンに行く途中いろいろ寄っていくんだよね。そう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 、ということでいろいろサプライズが待ってるそうです。なのでね、いろんなとこを冒険しながら、まあ最終目的地グランドキャニオンとかにね、行きたいと思います。ではフーバーダム行きます。来たね、ついに来ちゃったんじゃない？マジでこれ、来ました。フーバーダム、世界最高峰のね、ダムの一つ。うわー、もうすごい、めっちゃでかい。はい、これなんか蓄水量が琵琶湖の2倍あるらしいです。ものすごくでかい。で、あっちに見えるのがコロラド川です。あ、見て、みんな、やばい、かわいい。これチップマンクかな。やばい、めっちゃかわいい。うわ、かわいい、めっちゃいる。ほらほらほら、チップマンクがいます。うわ、めっちゃいるじゃん、あっち。やばい。はい、ということで先ほど行ったのがフーバーダムの展望台みたいなところで、今からダム自体に行きたいと思います。ここでネバダ州から変わります、州が。 Thank you。はい、ここから、ここがネバダ州とアリゾナ州の境界です。なので、まあ法律が違ってくるので、まあ先ほどはね、検査員たちが来て銃を所持してないか、銃を所持してないかなどを確認されました。なので早速行ってみましょう、ダム。はい、ついに着きましたよ、フーバーダムの元。今からここを登ってね、ダムを
見ていきたいと思います。来たよみんな、来ましたみんな、ダム。え、ちょっと待って、やばい、うわ、やばいやばいやばい、しかもさっきからトラックが通って橋が揺れるの、マジでめっちゃ怖い。あー、カメラ落としてる。いやマジ怖かったね。やばいよね、やばいね、やばいね、もう高すぎてもうマジカメラ落としそうでヒヤヒヤするもん。俺マジね、なんか恐怖恐怖症なの、本当に。恐怖恐怖症って何だよ、高度でしょ。あ、高度恐怖症。え、高所恐怖症。あ、高所恐怖症なの俺、実は。そう、なんか人工的に作られた建物とかもめっちゃ怖い。しかもなんか絶対何、初めてこういうでっかいの運転するからやばいって思ったけど、全然普通の車すぎて、あれね、道も広いしね。もはや飛行機さえ運転すれば何でも怖くないよねって思った。そうね、うん。最高だね。やばい、見て、みんな右を見てくれ、やばいよ。なになに、じゃーん、すごい景色、やばい、グランドキャニオンって感じするもん。ひたすらまだまだなのに、やべえよ、まだラスベガス出たばっかりよ。あ、見て、壮大、やばい、かっこやばい、壮大だね、景色やばい。はい、みんな来ちゃいました。今はね、そのグランドキャニオン行ってる途中のなんかわかんない展望スポットがあったので、寄ってみました。見てください、やばくないこれ、めっちゃ綺麗だよ。いやーマジね、すごすぎる、めっちゃ綺麗、やばいな、やばくないこれ、めっちゃ綺麗だよ、うわー最高。俺が想像していたグランドキャニオンまでの道はこんな感じ、ただただひたすらにまっすぐ、そして何もない砂漠。ふと突然街がやってくるね、こうやって。街でもないけど、なんて言えばいいのこれは、集落、集落よりもちっちゃいよね。やばいね。で、昨日からといい、毎日必ず晴れだね。で、グランドキャニオン、年間で雨降るの2、3回らしいよ。あ、そうなの？そうだよ。やば。やばくない？見てください、みんな。あれ、実は家の引っ越しをしてるんです。すごすぎ、家引っ越ししてんの。トラックで。実は海外、結構これが人気で、新しい家買うよりも自分の家をなんと土台から外して、家ごと引っ越してるんですよ。やばすぎ。規模がアメリカだね。そうだね、これがさすがクレイジーアメリカ。いいの見れたわ。何食ってんの？これ？うん。これキャンディーケーンって言って、うん、海外でクリスマスの時に食べる、まあ飾ったりもする、うん、ミント味のキャンディーです。車にジャストマリードって書いてある。おめでとう！いやーおめでとう。今ハネムーン中かな。ハネムーン中だね。ちょっとその人たちの顔を拝見していこうと思います。何？めっちゃおじいちゃんとおばあちゃんだった。はい、来ました、もうすぐキングマン、キングマンです。みんな来たよ、見てくれこの街並み、ルート66、まあ、カーズとかでも出てくる感じの。そうね、ちっちゃい街来ました。ルート66、ルート66、やばい、みんな見て、横断列車、横断列車、大陸横断鉄道よ。めっちゃ長い、めっちゃ長いやつだよね。貨物だよこれは。何両ぐらいなんだ？いや、100以上あるんじゃない？もしかしたらこれ。じゃあひたすら動画撮ってみるわ。えな。まだ。はい。ああ、やっと終わりが。まず100両超えてるねこれ。